日本各地が記録的猛暑となり、深刻な水不足に悩まされる中、音楽業界では TRF や篠原涼子など小室ファミリーがヒットチャートを独占していた。一方その頃純子は高校2年生、母子家庭だがファミリー感を大事にしている傍ら、部活のサッカーに明け暮れる日々。そんなある日、寝坊した純子、母親文子の奇怪な行動により勃発した2日間にわたる争いが始まった。もうなんだよ、起こすよ、寝坊じゃねえから。もう今日言ったじゃん、朝練があるって。もう母ちゃんはやべ、しょんべんしょんべんしょんべん。ちょー、あれ、便所に俺の歯ブラシがある。母ちゃん気が利く、ありがとう。母ちゃん行ってきます。あ、純子待ちなさい。ちょっと、え、あんたトイレ入った？うん。トイレ綺麗だったでしょう。え、いやね、うん、あなたの歯ブラシが毛先ボロボロだったから、うん、もうそれで便器中磨いたんだよ。うわ、ん、大腸菌フェスティバル。次の日の朝、トン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 ト
アナピストントントン事件で時は流れ2005年、自然の英知をメインテーマに愛知県で21世紀最初の国際博覧会愛地球博が開催され、また伝説的コント番組8時だよ全員集合の終了から初めてドリフターズのメンバーが20年ぶりに再会を果たす。一方その頃純吾は28歳、一人東京で暮らし芸人として活動し早10年、20年ぶりに父重富、義母兄弟の姉恵美子と岐阜の営業で再会。初めて会った恵美子の娘に純吾おじさん、純吾おじさんと呼ばれ、動揺をした純吾は舞台で滑り倒し、岐阜の営業に呼ばれることはなかった。そんなゴールデンウィークが過ぎたある日、例の文子から段ボールが送られてきた。中には自家栽培の野菜などなど、そして一枚の文子からの手紙が。あれ、またスイカ入ってるわ。好きじゃねえっつってんのなんで入れてくんだよ。キュウリだろ。なんだこの封筒、なんで封筒の中にビワ入れてんだよ。なんで封筒2つあんの、なんで2つともビワなんだよ。なにこれ1個洗ってかじる、なんでこっち1個洗って食べるなの。何が違うのこれ。俺マーガリン
やった、ちょうどマーガリン切れてたんだよな。なんでプチトマト入ってんの。あ、そっか、箱があれプラスチックだからプチトマト入れたらあれか、潰れないってやつか。なるほど、やるな、文子。あれ、手紙だ。お仕事頑張ってください。 PS、 まだ誰にも言ってませんが、お母さんはがんになりました。近々手術します。がん、もしもし。あ、もしもし、純子。お母さん。あ、今届いた。うん、ダンブル来たけど、手紙見たの。あ、見た。マジか。そうなのよ、手術なのよ、だから。え、いつ。もう今日これからよ。今、うん、よ今から。そうよ。どこの病院。市民病院だけど。あ、行くよ、じゃあ。いいわよ、来なくて。いや、行くって。いやいや、いいわ、いいわ、来なくて。え、ちょっと待って、あの弟の言う。切るよ、切るよ、切るから、切るからね。弟の言うし。弟のユージ。俺だけど、ごめん仕事中。あのさ、お母さんがガンなの知ってた。知らないよね。なんか今から市民病院で手術なんだって。ちょっと仕事の途中で来れる、ごめん、俺も今から向かうから。うん、お願い。うん、あ、もしもし、おばちゃん。あ、純子だけど、なんかお母さんガンなの知ってた。そうなんだって。で、なんか今からもう手術なの、市民病院で。で、俺今から病院向かうから、おばちゃんさ、あの、もしよかったら来れるかな。うん、ごめん、俺今からもう市民病院向かうわ。うん、はい、また後で。はい、病院到着。母ちゃん大丈夫。でも来てくれたのね。もう来なくていいって言ったのに。それ来るだろう。でもお母さん嬉しかったわ。もうでも安心して、もう全部手術で取っちゃったから大丈夫。あ、もう取れたの全部。もう取れたわよ。あ、そうなんだ、よかった。でもさ、こんな大事なことさ、直接言ってくれよ。手紙なんかで書かないで。しかもさ、 PS なんかでそんなこと書くなよ。ほら、なんだガンって。大丈夫だったんだね。じゃあちょっと待って。え、うん、これで、それだよ。あ、やだ、あれだ、私。何、ガンと字、漢字間違えて書いてる。そうだよ、お前。全然合ってねえよ。山になるしか合ってねえわ。何やってんだよ。マジでよ。勘弁してくれよ。あ、ユージ、ごめん、お母さん、あの、ガンじゃなくて痔だったんだって。死んじゃったよ。あ、ごめん、おばちゃん。お母さん、ガンじゃなくて痔だったわ。ごめん、おばちゃんまで呼んじゃったんだよ。おばあちゃん、ごめん。あの、違うのよ。あの、泣かなくていいから。あのね、お母さんね、ガンじゃなくて痔なのよ。ごめん、泣かないで。聞こえる？おばあちゃん、ガンじゃなくて、違う、ガンじゃなくて、泣かないで、ガンじゃなくて、イボジ、イボジ、もうやめてよ。イボジ、イボジ、イボジって、やめてよ、もう。やめてよじゃねえだろ。やめてよじゃねえだろ。だいたいお前が漢字間違えたからみんなこうやって来た。ユージなんか仕事中に来てんだよ。お前謝れよ。おばあちゃん、未だに泣いてんじゃねえかよ。言うよ、いいから。あんたなんかね、もう絶倫よ。いや、そこ絶倫ね。なんでおばあちゃん赤面してんの。絶倫だけ聞こえてた。絶倫だけ聞こえ、だから絶、そこ聞こえてねえのか。これが世に言う、クミコ、ガンと字間違える、ガンジー試験で。